山、ヤマト、そろそろいい時間だぞ。今日はここまでにしない。え、もうこんな時間？軽く自主練のつもりだったのに、だいぶ熱入っちゃったね。はい、でもその分ダンスも演奏もかなり精度が上がったかと。そういえば丸山、冬美先生との個人レッスンはどう？やっぱりすごく厳しいですけど、勉強になります。そっか。冬美先生に、あなたの現役時代もあれくらいのガッツが欲しかったですね、なんて嫌味言われちゃったよ。ほんと、丸山はレッスン好きだよね。私たちのパフォーマンス、いいものにしたくって。ですね。これならきっと審査員や観客の方に投票してもらえますよね。うん、ちゃんと評価されると思う。きっと3回戦を勝ち上がれるよ。ですよね。でもそれだけじゃなくて、みんなが楽しんでくれる顔、早く見たいです。だってこんなに楽しいパフォーマンスなんです。みんな絶対喜んでくれますよね。ああ、あれ、二人ともどうかしました？いや、なんかハッとしちゃったっていうかさ。はい、自分もです。え、何のこと？なんと言いますか、自分は審査員や観客に評価されなくてはという気持ちが先立っていたんだなって。だね。見てる人はただ純粋にステージを楽しみたいんだもんね。なんだかアイドルとして一番大事なことをアヤさんに思い出させてもらったような気がします。やっぱりアヤさんはすごいです。そんなすごくなんてないよ。ほんと、丸山ってそういうところあるよな。あ、もしかしてこれが勝負だってことを忘れてる？そんなわけないじゃないですか。勝ちたいって気持ちはありますよ。でも見てる人が絶対楽しんでくれると思うと、ワクワクするっていうか、そういう気持ちの方がつい先に出ちゃっただけで。丸山ってなんつうか、アイドルやるために生まれてきたって感じ。そうなんです、あやさんってほんとナチュラルボーンアイドルなんです。わかるな。もっと言うと、アイドルバカ？それって褒めてないですよね。褒めてる。ああ、そうだ丸山、帰る前に事務所のスタッフさんがスケジュール確認させてって言ってたよ。本当ですか？それじゃあ私先着替えてきます。丸山ってさ、ほんと不思議なやつだよね。ずば抜けて技術があるってわけじゃないし、容量がいいわけじゃない。大事なとこで噛むし、でもアイドルとしての愛の大きさは天性だよ。メンバーだけじゃなく、ファンや関係者、スタッフに至るまで、一番後ろまで見渡して誰のことも決して置いていかない。こういうアイドルが愛されるんだってそう思うよ。自分もそう思います。あやさんは自分の尊敬するアイドルですから。私にもそんな人たちがいたな。こっちがどんだけへこんでも、いつも元気づけてくれて、手を離さないでいてくれた奴らがさ。なおさん。いやー、ほんとおせっかいで底なしに明るい奴らでさ、あの愚直さ、マジで尊敬に値するよ。口ではこんな風に言ってるけど、さっきのなおさんの目は、キラキラしてた。ナオさんにとって大切な人たちなんだろうな。きっと自分にとってのパスパレと同じように、アヤさんを外すと言ったことが小さなしこりのように残っていたけど、それでもパスパレのために言ってくれてたんだ。それじゃあお疲れ。明日また元気な顔でレッスン室に来るように。
はい、明日もよろしくお願いします。うん、頼りにしてるぞ、ヤマト。あれ、テーブルの上のスマホってナオさんのですよね。鳴ってますよ。本当だ、メール。お、取材の依頼っぽい。お、それは良かったです。何エンタメニュースサイトからの依頼で。どうしました？ううん、やっぱ取材のメールだったよ。やったねー、イエーイ。そうですか。あの、ナオさん、なんか顔色が悪いような。マジ？やだ、最近ちょっと無茶しすぎちゃったのかも。それよりほら、ヤマトも着替えないと。レッスン室もう閉めるぞ。はい。あの、ナオさん、ん？何かあったら自分たちに何でも言ってくださいね。えへへ、何急に。ちょっと疲れが出ただけだって。そうですよね。急にすみません。でも、本当に困ったことがあったら何でも言ってください。自分たちはチームなんですから。ヤマトってほんといいやつだな。その時は遠慮なく頼らせてもらうから。ほら、いいから、もう帰った帰った。はい、それじゃあ失礼します。お疲れ様でした。ほんといい子だな。だからこそ、なんとかしないと。